ホームチャンネル。エレベーター降りてこんな感じ。非常におしゃれです。こんな感じ でキーはですね、オートロックのカードキーになってます。で僕の部屋がここ、821、で部屋入るとこんな感じです。まず服をかけるのがここにあって、鏡があり、そして入ってすぐ左がこれバスルーム、トイレですね、ウォシュレット、まあ必要最低限なこの辺のこういうタオル関係で、歯ブラシとかこの辺のアメニティ系もあります。綿棒とかで、コップがあり、ハンドソープとかこの辺のもなんか良さそうなやつがこう置いてあります。こんな感じ、ブランドはちょっとわからないんですけども、ネイチャータッチジャパン、もしかしたらホテルのオリジナルかな。まあ、ちょっといい感じのが置いてあります。でシャンプー、ボディーソープ、シャワーの感じはこんな感じです。ヘッドが外れるタイプですね。でこんな感じでモダンな感じになってまして、でシャワーカーテン、もうおしゃれですね。すごいこの曲線がほらおしゃれだな。作りとかカラーリングが非常におしゃれです。でお客さんが結構外国の方が多いみたいで、両替とかもできるみたいです。でスタッフも外国の方ですね。
あ、ミネラルウォーター2本で、ドライヤーとか、スリッパ、館内着ありますね。そしてここは冷蔵庫ですね。こんな感じで、ゴミ箱がありで、セキュリティ金庫もあります。そしてボックスティッシュ、これは、あ、なんか部屋の香りを良くするやつで、時計で、照明もですね、こんな感じで AC と USB もあります。あ、エントランスとか、これで向こうは消えます。こんな感じ、みんなこれローマ字で書いてありますね。ここですね、ペンダント、ペンダントって書いてあります。ルーム、ここですね、ルームで、ベッド、ここですね、まあラブホ的な。でこれなんか絞ったりこうできますね、明るさが、ほらいいっすね。でベッドはこんな感じ。でドーンとこのテレビがあります。おしゃれですね。ホテル名がザ・リベリー博多福岡、ぜひ、ちょっと僕では泊まれないですけども、あの、なんかこういうホテル、街中のおしゃれなこんな感じのホテル泊まりたい方、ぜひいいと思いますよ。あ、エアコンもこれつきますね。エアコンもあります。はい、ということで博多福岡のザ・リベリーの部屋の紹介でした。おしゃれだわ、本当。